オールドメディアの現場っていうのは今は本当に砂漠化してるというか潤いがなくなくってますよねドキュメンタリーとかものを作るっていう世界に対する熱量というかものすごい勢いでしぼんでいくというかね。ご経歴見ると一回ちょっと飛ばされた感じになる メディアリテラシーの番組をやりなさいと言われて、自分たちのちょっとニュースにするのが、はばかられるような内容のものを取材してニュースに取り上げろと、それがどうもすごく怒りを買ったみたいで、それ、番組にならなかったんです途中で飛ばされたんですね。<laughs> 怪ししいいお米セシウム事件とうのが東海テレビにありましたね根本的には経営問題だと その時の長期経営計画みたいな中に、ジャーナリズムだとか、放送のの公共性とかいうのが抜け落ちてるんですよあれから変わりましたかと、なぜか生まれ変わらない。やめたとこから聞きますけど、安室さんなりの思いって。前の社長は70までやってねっていうふうに言ってたんですけど、亡くなってしまったんで。 辞めるときに思い出す言葉っていうのはキリリンさんの晩年にあのずっと仕事しててよく言ってた言葉の一つがなぜ会社辞めたんですか。<laughs> <laughs> すいません。<laughs> こ,この番組はですね、ええ、あの会社を辞めた人に、はい、なんで会社辞めたんですかって聞くっていう。 デリカシーのない番組なんですけど、ええ。<laughs> はい。えっ、ー、と、で、まあ、それで視聴者の方が、ご自身のキャリアを考えるよう参考になれば。いいなと思ってる番組なんですけども、はい、今日は2024年1月に。東海テレビ放送を退職された、安部の勝彦さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ます会社辞めました。辞められたんです、ね。安部さんが。辞、はい、めましたね。一般の、ちょっと業界以外の視聴者の方は、わかりにくいんですけど、安部、はい、さん、結構テレビ業界では伝説ですからね。 どういうい伝説で、えー、なんか会社と戦いながら、えー「はあ、戦ってんな!」っていうテレビマンあ<ー>ああれエルピスみたいなイメージ、はあ、えエルピスの佐野さんとプロデューサーさんと対談してましたよね、えー、あしてましたあれ何なんですかもエルピスのモデルになったんですかさよならテレビは「さよならテレビ」っていうドキュメンタリー作られてて佐野さんのお話だと、はい、エルピスが「 えー、できる前にできたらいいねっていうのを脚本家の方と喋ってたんだけど、はい、その折に「さよならテレビ、えーと」そのビデオを見ることで「はい、あこういうのをテレビの中でできるんだ」って「励まされたというお話あエルピス」をやるんじゃなくて結構モ,モチーフが似てますからね話が。だから中身とは全く関係なくて、うん、おそらくもう「エルピス」の形そのものは。 台本としてあって、それをあのテレビの中で生み出すっていうことができない状態にいるときにさよならテレビが放送されてでできるんだと、うんであのそういう気持ちにさせられたというまあそんなに大きな重なりはないっていう感じですけどね。うんうん、でなんかそれそれがきっかけで対談してたんですね。そうですそうですそうです、うん。エリピスは。 だからあれですよね、あのー、あもう一つ静岡県人っていうね同じ佐野さんと僕があ静岡県人なんですかボ、えー、ーっとしてる静岡県人っていう感じよね佐野さんも変わってるんじゃなくかいなああ佐野さんは変わってますね「エルピス」は主人公の長澤まさみさんが、まあ、ちょっとこのいろんな権力というかですねいろんな大人の事情と戦いながら正義実現していこうとする物語で「さよならテレビは」は、まあ、そういう形ではないんですけどええー まあ、報道というものがテレビ局という組織の中で、はいえー、ここまでいいのかなみたいな問題提供するような映画だったと思いますとちょっとネタバレしな,しないように言,いなが言,う言うのがちょっと難しいんですけど感じだったんですけど簡単にですね虻のさんのこと、えー、ご存じない方もいらっしゃるかと思うので自己紹介いただいていいですかすいません入社ぐらいからですかね。あえー、っと1981年、えー、にに東海テレビ放送に 入社したのが22歳、えー、そこからしばらくアナウンサーをやっていたんですけどもちょっとこうロレッタりね、えー、もともとそんな訓練してなかったもんでこれちょっと限界だなというふうに思ってる折に、えー、記者に移動させてもらうとでそこから会社の中で東海テレビってドキュメンタリーを結構一生懸命作る会社だったのでそのスタッフに、まあ、ある意味抜擢されたと。 生涯抜擢されるってのはそこで初めてじゃないかと、うんえー、それ以降一度も抜擢されたことがない感じでいくんですけれどもあのそこからドキュメンタリーの世界に入っていくと。でとはいえやっぱりなんていうのかな記者の活動が中途半端なままアナウンサーから言ってるので、えー、ちょっと記者の活動っていうのもやってみたいっていうことで。 岐阜の支局一人なんですけども当時77市町村があった全てを回りながら、えー、県庁とそれから県警と、えー、そういう取材をずっと地道に回ろうと、えー、裁判とか、えー、事件事故も全部一人でやるっていうようなことをやりましてであの本社に戻りながら番組を作ると。 でその一番最初に戻って作ったのが「村と戦争」というドキュメンタリーでこれが34作目で結構いろんな賞をもらって、えー、放送界の重鎮の中にもうあこういうのを作れる人がいるんだみたいな感じで結構いろんなところにいろんな人に紹介されるような形で、えー、どうですかね。制作者人生としては第 1> 1回目の波がそこでやってくるみたいなでそこからずっとドキュメンタリーをやるつもりだったんですけれども、えー、メディアリテラシーの番組をやりなさいと言われて、えー、当時あの会長だとか社長だとか報道局長が、えー、自分たちの、えー、交友関係に関連する ちょっとニュースにするのがはばかられるような内容のものをニュースの中に取材をせよとあの取材してニュースに取り上げろというような感じだったのを是非ものとか「まるぜニュース」とか言いますけれども、えー、サヨナラテレビの中では「ゼッっていう,う言い方をしてましたけれどもそういうものも含めて、えー、全部暴きますよと。 あの報道局所に言ったんですメデ,ィアメディアリテラシーの番組を作れということについて<う>でそれが自由にできるんだったらやりましょうと、うんえー、それがどうもすごく怒りをかったみたいで,、はい、でそれなんていう番組だったそそれそれ番組にならなかったんですだから途中で飛ばされたんですね <laughs> で、えー、と後輩が、えーと「メディアキッズ」っていう番組にしてくれたんですけども、うん、そういうところには全く触れない番組になってたと。うんだから サヨナラテレビはその、えー、第2回戦みたいな感じ随分んん長い年月がかかるんですそんなことがありましたですねで営業に3年だったのか4年だったのかもう定かではないくらい行って、えー、営業の中枢をそこでも任されて、えー、意外と民放っていうのはこうやってできてるんだとか、えー、CM っていうのはこういう形で、えー、営業マンが取ってくるんだとか。 代理店ってこんな暗躍をしてるんだとかいろんなことがそこで分かってで社内の調整役もやってたのであのすごく、うん、民法の成りわいというか構造みたいなものを勉強するのにぴったりだったとでそこからもう一度、えー、報道に戻してくれというふうにその時の社長、えー、それから営業の上司に。 本当に泣いて頼んだんですね本来は東京で営業やれよというふうに言われてたんですけどもちょっとそれできないと。で東京が苦手でずっと京都の大学行ったり名古屋の会社に勤めて東京が苦手なんで逃げさせてくれと。うんえー、章だかららも、えー、もう一度報道に戻していいたいとえー、三0代の後半から40の頭まで営業にいたので。 今帰らないと三脚を持って歩けないんで、うん、今帰してほしいとお願いしたところまたたたたかっっっって言って言くれたんです、ねえー、いいですすねねいいいい会会社社だったあのほぼ自分の戻りたいところへ人事異動だけはかなりやらせてもらったんで,、うん、でもう一度ドキュメンタリーをやり始めた時に今まで東海テレビにドキュメンタリーのプロデューサーっていうのはいなくって。うん 名ばかりで部長が必ず名前としてプロデューサーとして載ってるだけであってえ実際には番組の中にもタッチしないしえ予算執行についてもこんなあの食事代なんて落とせないようにみたいなことを言うだけの人だったんであのこれからのドキュメンタリーっておそらくディレクターだけでやっていくのは無理な時代が来るだろうと思ってたので。ディレクターをやりながら プロデューサーをやるっていうことを始めて自分なりのドキュメンタリープロデューサー像みたいなのを始めましたねで、そこからずっと60までドキュメンタリーのプロデューサーをやってで、そこで再雇用という形で5年前に、えー、契約をもう一度結び直して1年ごとの契約にしてくれとお願いしてうん、一生懸命働いて成果を出したら あの年俸を上げてくれよというような話をして、えー、5年経って、えー「さあどうする?」って言った時に「はい、やめますと」とこういうふうになったと全然脈絡のないあんまりうま,くうまい紹介じゃなくて大丈夫ですかね大丈夫ですかちょっと簡単に補足するとそっかでもそもそもで言うと東海テテレレビビはまず愛知県のテレビ局ですよね、えーはい、業界以外の方はちょっと分かりにくいですけどね。<laughs> 東海テテレレビビは名古屋のテレビ局で でそうなんですよ阿ブ野さん入ってアナウンサーから記者になったんですけど、まあ、ご経歴見ると確かに1回ちょっと軽く飛ばされた感じにある影響行って業務部長やってっていう感じの中で,で僕ら、まあ、いろんな意味で阿ブ野さんってこうテレビマンとしてはいろんな目でこうウォッチしてますけどクリエイターとしてって意味で社会人って意味で会社員としてって意味でウォッチしてるんですけど会社員としてなんかすごいなと思うのはあのー、さっき言ったみたいに初めの記者時代ですよね。 こうリテラシー的なことをやるという時に本格的にちょっとちゃんと戦うことも含めてやろうとして一回ちょっともう一回見ると飛ばされてでそれにおかずもう一回報道局の報道部長でしたっけとして戻ってきて最後だねら結構作り手ってなかなか出世しづらいですけどしかもそのファイティングポーズ取る作り手ってなかなか出世しづらいですけど最後も役員待遇まで行って出世してるのがすごいなっていうのとそれなんでなんでひもときたいのと。 あととやっぱ作り作手としてですよねそのお戻りになって2002年ぐらいでしたっけ報道部長になったあとの結構作品が、まあ、なかなか豪華で、まあ、プロデューサーとして「ヤクザと憲法」とかあと「人生フルーツ」とか、はい、これは多分ドキュメンタリーの興行収入的には私たちというか、まあ、東海テレビが、はい、あのドキュメンタリーに参入する前っていうのは。 ドキュメンタリーって工業成績っててて成績いうのを発表してなかったんですね、はい、だけど、えー、あの作品はどのぐらいとか聞くとちょっとコソコソっと教えてくれるぐらいの,、はい、あの感じでそれをコソコソっと聞いた話を総合していきながら「えー、ドキュメンタリーの興行収入って今までどのぐらいあるの?」っていうと大体「人生フルーツが今 27万何千人の映画館に入場者があったっていうことなんで、はい、あの3億何千万ですよね。あの、えー、戦後のドキュメンタリー映画の興行成績としては最大だと思思いますおそらくと。はい最大ですねそう日本で多分戦後最大のどのドキュメンタリー「<laughs> 人生フルーツ」ですね。これは、えー ま、東海地区の郊外のニュータウンに暮らす老夫婦の建築家の老夫婦を描いた物語でしたけど、はい、とか「ヤクザと憲法」これは実際のヤクザに密着した、はい、ドキュメンタリーあとはまあその先ほど出た「さよならテレビ」これ東海テレビにいらっしゃいなりな,りながら取材対象東海テレビの報道局中にして、はい、まあ僕も見て驚きましたこの机の下にマイク仕掛けたりとか <laughs> あとその <laughs> 今こう報道の現場で派遣された あのアシスタントさんとかが来て、えー、そのアウトソーシングしてしまうことによる問題とかリテラシーどうなってるのかそういうのをあぶり出すような作品とかをやられたり、まあ、あと先ほどその前ですけどね村と戦争はギャラクシー賞とか放送文献賞を取ったり賞、まあ、レースは軒並みですよねあの黒と白、えー、自白名張独武道集事件の、まあ、これ独武集有名な事件のやつですけどとかとかまああのギャラクシー賞民放連勝 放送文化技術の,のきなみに取られてですごいのはそのドキュメンタリーの東海テレビみたいなブランドがテレビ局の中にはあってあのテレビ業界にあってでそれを作られてでかつそれはあれですよねえ商売として、えー、映画化すると放送した後と映画化するというとこでこうペイさせていこうとするみたいなところも結構こうテレビ業界の中でドキュメンタリーって儲かんないんですけどそういうチャレンジをなさってて。 作品作りとしてはそういうのがあって片や何てんちですかねその出世までしててますあ比較的出世な気もするんですけどまあしててで最後辞めたというところです、まあ、まずちょっと辞めたとこから聞きますけど来年も延長でできたわけですよねそうですね微妙ですね、うん、あのまあ普通65で辞めるよっていう感じ、うん、空気が。 ですあの前の社長は70までやってねっていうふうにあの言ってたんですけどまあ社長がその社長が会長になってその後亡くなってしまったんであの私とのただ単なるあの言葉のやり取りだけっていうことなんで,で新しい体制になって数年経ってみるとあのやっぱりドキュメンタリーとかものを作るっていう世界に対する 熱量というか、うん、そういうものが組織の中でものすごい勢いでしぼんでいくというかね会社の会長の、ね、いなくなることになって、えー、<う>新しい社長になってから違う,こうベクトルになっていくという、うん、でその中で僕も65っていう節目を迎えるときに、うん「この会社のビジョンは何なの?」と。うん、で結局そのやり取りをしながら自分の。 その身の振り方を考えていった時にあのじゃあアブのはどうしたいんだっていう最初にそういう問いがくるんですよね。はい、でいや会社のビジョンを先に言ってそれで、えー、その中にあなたは余人を持って替えがたいからぜひいてこういう仕事をしてくれ っていそこがその組織のビジョンがないまま「お前どうしたいんだ」っていう感じがもうこう不愉快なんですよね私にとってみると。でまあ結論的に言うと不愉快な場所に居続けるのはまあ65になっておそらく体が動くのはあと5年から10年ぐらいなんで。 不愉快のまんま同じ組織にいるっていうのは嫌だっていうのと社長が直接遺留をしないっていう組織だったから、うん、あのあ結局いらないんだなっていうふうに自分で考えたら終えないと。うん、でまあそういうことが重なって、えー、新しいことを自分で始めた方がいいと。うんえー、これからの1日1日はより 大切になってくるはずなんで、うん、それを不愉快な場所で、不愉快な人たちの経営のもとにいるっていうのは、ちょっと本意ではないと思ったんで、やめましたね。えと、それちょっと心配ですよね。その。ええ、テレ僕らこう、ドキュメンタリー好きとしては、まあ、あの東海テレビのドキュメンタリー群、毎年一本ちゃんとしたのをって、で、ポレポレでちゃんと映画館でこう公開してみたいなのって。 虻野さんがいてちょっと軽く会社と戦ってるから成立してた感じあった,あったように見えたんですね外から見るとそれなくなっちゃうといいんですか大丈夫なんですかそのドキュメンタリーの東海テレビみたいな看板はそれがもし続かないとしたらあの今の経営陣があの壊したってことになりますわねきっと続かなかったらうん、うん、でいつまでもこっちも生きてないしで やめる時にやっぱり思い出す言葉っていうのはキリンキ,キキリンさんとキキリンさんの晩年にっあのずっと仕事しててキリンさんがよく言ってた言葉の一つがあの「時が来たら誇りを持って脇にどけ」時が来たら誇りを持って脇にどけっておっしゃって「老人のバッコが一番よくないんだと」と、うんえー。社会を悪くする 組織を悪くするというようなお話をよくされていたんでまあある意味で65歳だと前期高齢者なもんですからまあこの辺りで65のじじいがあの戦いの先頭にいるよりも次なる軍団があのやるべしというふうに思ったし。 バッコする経営老人たちが一体何をするんだっていうのは世間が見てるぜという感じでやっぱりやめたろうというふうに思いましたね。というふうにか最近あの「老害論」ってあるじゃないですか,か世間で流行ってまして老害にどうならないかとか、はい、何歳から老害なんだろうなって考えた時に、はい、まあ別に僕年取ってるからそれすなわち老害たちっと思わなくて。 なんか新しい番組でファンタスティック老害みたいな番組作りたくてなるほど,どうしたらこうちょっとこうファンタスティックな老害になれるかなと思ってて何人かブッキング考えると虻のさんは結構ファンタスティック老害の一人であのとはいえまあ例えばヤクザと憲法ってひじかつさんっていう監督がいますと監督が作る上でこう梅雨払いしなきゃいけない役割ってあるじゃないですか、うん、この、うん、<laughs> 会社の説得なりこう社会に対しての。 責任の取り方とか梅雨払いしつつ、まあ、こう下にちゃんと作らせるみたいな体制を作る老害って必要じゃないですか老害って必要じゃないですかまあその <laughs> 老害括弧老介な人じゃないとそれって難しいじゃないですか<ー>でそういう役割の人は必要かなって見えてて東海テレビにおけるドキュメンタリーはそこを阿武のさんになってるのかなと思ったんだよなそれでも新しい東海テレビの中でやる人いるんですかその梅雨払い的なというか。 おそらく出てくるやれると思いますけどねだからそれはずっと一緒に仕事しながら全部見せてきたんで、えー、ずるいやり方ねそれからこれはこういうふうに突っ切るぞとでここはもう存在かけなさいよとあのそういうことは見てってくれたと思うんであのできると僕は思ってますね。 作品の方も興味あるんですけどちょっとその書生,書生術論がやっぱ <laughs> 僕すごい興味あるんであれなんですけどまずその一回すごい会社と戦いそうなこうドキュメンタリー撮ろうとして一回ちょっと軽く営業とか行かされ、まあそこではまあ勉強になってとなりましたけどそこからどうやって戻っていくるんですか泣いて頼めあ戻ってこれるもん,んです戻ってこれはねそういうもんなんですかこれはねねやっぱり、ね <laughs> 自分の組織がどういう形になってるかっていうのをよく分析しておく必要あると思うんですよね、はい、で、あれずいぶん昔ですけれどももう15年かそこら前に NHK に呼ばれて、えー、ちょっと講演してくださいと言われたんですよねその時にタイトルはね1万人の街と300人の村っていう話をしたんですよ<お>で300人の村の村人の戦い方と 1万人の町の,あの住民の戦い方は違うはずだとなるほどで私は300人の村の戦い方なんでそれしか分かりませんであなたたちは1万人の町の人たちでそこんとこ随分要するに違いがあるよと。で300人の村だからこそやれたっていうことがあるんでこれが例えば東京に僕が東京のキー局にいたり。 大阪の局にいたりしたらおそらくできないだろうし、えー、もう少し規模の小さい地方局だったらできないだろうし名古屋っていう規模だからできるっていうのがやっぱり「仕事をしていくくとよよわかるんですよ、あのー、裁判長のお弁当」っていうドキュメンタリーを作ったことがあるんですけどもそれは名古屋地方裁判所の中にカメラを入れるっていう、えーまあ、番組なんですよ。そそもそも 裁判所の中にカメラを入れるってことは無理だよというふうにみんな思ってるんだけどあの正面から取材に行きたいというとやっぱり希望的にちょょううどいいんでしょうね名古屋地方裁判所っていう場所が、えー、東京地裁だと目立ちすぎる大阪地裁でもちょっと目立つだけど、えー、他の、えー、もう少し小さいところよりは対応力が組織として 名古屋だとあるみたいなそういう感じだと、まあ、ぴったりのサイズ感っていうのがあるんだなっていうのがそこで例えば分かるわけですよ。で「あ名古屋っていう場所がそういう位置づけであるのねと」と、え、言、ー、ってみるとエアポケットみたいにしてそこで取材ができる空間が見えるそれはだからあの自分の組織についても同じだしあの取材する時にも。 名古屋である利点というのはどここなんんんだだだろうっっててとをかいいくっていうで結局名古屋地方裁判所の取材が全部できちゃうと。で名古屋地方裁判所今度やると今度は検察もやってみようかと。で、えー、今度は「検事の風呂敷」っていうドキュメンタリーを作るんですけれども、えー、これも名古屋、えー、地方検察庁に入るんですよ。みたいな形であのー 取材っていうのはそういう形で一つ開くとうまくずるずるずる,ずると芋づる式に引っ張り込めるっていうこともあるし自分がどういう場所でどういう位置取りのメディアで相手がどういう取材対象でっていうことをやっぱりある程度あの恵まれたというかあのそこのところは分析できたっていうことがあるのでその話戻ると1万人で。 のたの村町での村で戦い方とです、ねえー、300人の村での戦い方は違うんで間違っちゃいけないよと、うん、私みたいな喧嘩殺法ではおそらくうまくいかないだろうけど、うん、あの私はこういうやり方をしてきました、うん、みたいなことを言って、うん、まあ移動の時にもキーマンがいるんで人間のキ,ーキーマンがいるわけですよ。はい、でこの人が行ったらまあ戻してくれると。うんうん、せっかく お前,の前に赤い絨毯が敷かれていてそこを歩いていけば役員になることは決まってるのに、うん、バカだなハハハハ,ハと笑ってくれる重鎮がいて、うん、であのその人に対して、うん、あのやっぱり情熱ですよねこちら側の、うん、こちら側の,あの報道マンというかドキュメンタリーを作るっていう情熱を語ることで、うん、あの分かってもらう。うん、でそれはいとも簡単にです。うん アリツは戻せとであのどういう役職にすると「報道部長はいるから」で「ゼ、えー、ネラルなんとかでどう横道はやめましょうよ」みたいな、えー「報道局部長で漬けっていうのやめてくださいと」となんか古い一日経っちゃったあのお刺身を醤油の中につけるみたいな感じで嫌なんで漬けはちょっとやめてほしいと。で 報道局部長っていうまあ今までないあなかったんですねないんですよね <laughs>、えー、報道部長と局長の間に局次長いるけど局次長じゃない部長としているみたいなそういう役職まで名前まで決めさせてくれくれるお三<う>百人の村では、うん、っていうようなことですよ面、ね、白いなざおじゃあ何点かありましたね大事なポイントそっか規模大事ですよね、えー、トヨタぐらいのとこでそれやってもちょっと通じなそうな 気、ね、ありますからね、えー、かなりシステマティックになってて、えー、で東海テレビは300人でそっかでも金字動って情熱を持ってキーパーソンに言えばある程度サクッといくんですねそれ,いきますそれは行きますよでそれは常々アピールすることは必要だと思いますよねでもなんか当たり前っちゃ当たり前だけど意外っちゃ意外ですね、うん、そなんかちょっとちょっとはばかられるところもあるじゃないですかだけど言った方がいい,いいのが一生かかってますからね <laughs> そこで好きなことできるかどうかって <laughs>、うん、そうですだから常々言う常々折に触れて折に触れて折に触れて嫌がられない程度に嫌がられない程度に、うん、ざっくり言うと俺はドキュメンタリー撮りたいんだ、えー、今返してくれないと要するに自分の人生かけないとダメですよねそこのところはうん、うん、あのそういう出世コースではありません僕は、うん、そ,そこを求めてるわけじゃないです この会社でその方がこの会社役に立つでしょうとみたいなねことをちゃんと言うちゃんと言う出世しなくてもいいんだってちゃんと言うってことですか本当はそう思ってないけど言うそれ言う思ってなくても言う言う。それ本気なんだと思わせるうん。まあ結局それが本気なんですけどねでそうなっちゃうんですよあやっぱり出世しなかったっていうねだけどやっぱりそれは 言わなければわからないですよね。伝わらない。伝わらない。ないまあ思ったより全員なんか見れてないですからね。人事のキーパーソンも見てないです。あの、うん、より見てない子になってんじゃないですかね。今。今。えなんでですか。うん砂漠ですよね。みんななんか。砂漠。うんあのメディアのあのオールドメディアの現場っていうのは今は本当に、えー、砂漠化してるというか。うん 潤いがだからあのー、まあ現場も例えば、えー、出張して取材したいったらそんなとこ行かないで、うん、オンラインで聞けとかね、うんえー、まあ夜内朝けってありますけども、うん、あの警察官だとか、あのー、夜や朝にご自宅まで行ってでいろいろ聞きたいんですけども。うん 今だとあのタクシーを使うなと、うん、交通費を使うなと公共交通機関で行けと、うん、冬どこで待ってんの、うん、何台も他の会社の、えー、夜内の人たちがいるところで、うん、あの公共交通機関で行った人間が順番待ちをどこでするのって、うん、そういう想像力がないぐらい、うん、あのー。 メディアののの上層部っていうのは下の作業を見てない。うん、ええー、僕は夜内朝掛けをしないんだったらもう警察担当はいらないっていうふうに思うぐらいで,、うん、でドキュメンタリーをやるか夜内朝掛けをやるかがおそらく記者教育だと思ってるんで嫌がる人からお話をどう聞くかっていう、うん、それを放棄し始めてるっていうことのような気がするんでそれを平気で今はだから。 あのかつて、えー、そういう世界をくぐってきた人間たちがあの後輩たちにそういう場を与えられなくなってるそれは人事異動というか人事にも同じようにあの見ちゃうとかえっていろんなことを複雑に考えなきゃならないって思うぐらい、うん、あの人のことを考えないでどんどん動かしていくっていう、うん、そういうことをやっているからおそらく心の病でどんどん、うん 倒れたり、うん、もう希望がここには持てないと言ってやめていくんだと思いますね。なるほど。えー、今のこのジャーナリズム論というか報道論として面白かったですね。い嫌がる人から話をどう聞くか、それはやっぱ報道パーソンとしての基礎的なスキルなんですか。そうですね。うん、あのウェルカムの人っていうのは、うん、やっぱり根本的に。 うんメディアに取り扱ってもらってメリットがあるわけじゃないですか、うん、で必ずそこのところでギブアンドテイクがどっかで行われているけれど、うん、あのそういう人のお話っていうのはまあそこが知れてますわね、うん、そうじゃなくてあの最終的に隠しておきたいもののある人のお話の方が、うん、やっぱり聞いてみたいじゃないですか、うん、あ取材拒否するんだこの人って思った時に、うん、あの この人お宝持っっててんだって逆にこちらは思うような、うん、で、えー、最後にこれを隠してたんだあこれを、あのー、言いたくなかったんだでも最後託してくれたんだっていうようなことにたどり着いた時にすごく大きな発見があって、うん、人間っていうのは本当にすごいもんだなと思う瞬間があるから、うん、基本的には嫌がる人に聞けるだけの。 なんていうんですか、情熱というか、技を持ってないと。で、私も若い頃、警察担当をちょっとやらせてもらった時に。あの、警察官のお家に行くんですけども。夜、おまわりさんたちにも、あの。家族があるし、えー、私生活があるわけですよね。そこに、無理無理、夜の十時過ぎぐらいに、えー。ピンポーンって行くわけですよ。そうすると、こう、ピンポーンってやる、右の指を。 左手でピッて人の手のようにね「うん、あおっしちゃった」ぐらいのことをしないと、うん、もうピンポンポでできないんですよだから向こう側の生活のことを考えて暮らしを考えると考えずにできる人間とまたしゅしながらやる人間の差異もあるしで僕はもう本当に気が弱い方だったのでこう自分でおっしちゃったっていうそういうのをやりながら。 あの警察官に話を聞くみたいなことをしていってああ夜討ちっていうのは警察官からこうやってものを一生懸命聞こうとする行為っていうのは取材の原点で、えー、この人がこう漏らしてくれる内容を、えー、みんなで寄せ集めてあこういうあの見立てで事件が進んでいくんだな。でそれを私たちが あの監視してますよと、えー、いう形で、まあ、警察権力との間でここまで我々も知っているというところで事件が間違った方向に行かないように捜査が間違った方向に行かないようにするような歯止めがそこで起こるんだなと。みたいなことを考えて、えー、取材してましたよね。すすごく大事なことだとだ思いますあの嫌がる人から 取材をしでそれが権力の監視につながるっていうこの仕組みなのでそれを放棄してしまったらあの記者は育たないと思ってますけどねそのコツんな,なんですかやっぱり難しいですよね嫌がる人から話を聞くって、うん、まあ、僕らも「200」っていうでやってたりすると、うん、どうしても確かに出てしゃべりたいこといっぱいある人は簡単にブッキングできるんですけど、うん、そうじゃない人ほどできない。まあ例えば 安倍派の裏金問題があったら、その真ん中に聞きたいけど、なかなか出てこないじゃないですか。うん、そういう、嫌がる人から話を聞く、こっちって何なんですか。基本的には通うしかないですよね。通う、通う、うん、通う、それで。えー、フェイストゥーフェイスを繰り返すんですよね。<laughs> で、まあ、しょうがない、この人ならって。思えることっていうのは、そういう瞬間がおそらくあるんですよね。で。その。 窓が開くというかちょっと隙間を空けてくれた瞬間に何かすごく強い光を感じるようなで預かった情報はきちんと出しますっていうようなやり取りになれば言うことないわけでだけどもそれは本当に日常の取材の中ではそんなにたくさん起こらないですから「マルゼなんていうのは特にそれとは真逆の仕事なので。 っってででしたけ是非ものですね営業が持ってきてやってくれっていうねただとませる宣伝ですよあスポンサーさんの企業を、えーえー、いつもお世話になってるから今回新商品取り上げてくれみたいな、うん、それをニュース風に扱うみたいな、うんうん、でそこにもやっぱりそうじゃない視点をどうやって入れたらいいかっていうふうに思える記者と思えない記者がいるんでそれはおそらく 嫌がる人から取材をするみたいな経験があった人間とそうじゃないとでも差異があるしもともとニュースってこうあるべきだって思ってる人間と何でもいいやと思ってる人間の違いもあるしいろんな形があってあの同じこの水をこのペットボトルを扱いなさいというふうに言われたとしても取材の仕方っていうのは経験人生経験だとか取材経験だとか メディアに対する考え方とかで、いろいろ変わってくるんで。うん、あの、同じものは一つもできないはず。うん、だけども、最近は人、同じものになってしまう。うん、でうそれはやっぱり、お手軽に、これでいいんだよっていうふうに。あの、上が思い始めると、うん、そんな取材の仕方いらないっていうふうに。なってきますよね。コスパ悪いよそうですね。いいんだよ。そんなのポンってやっときゃと。うん、いうふうになっていくと、まあ、いいやっていう形に、どん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 。あの、なんていうんですかね。単純化していく。 行きますよね、うん、で単純化を繰り返していくと仕事がつまらなくなるんで、うん、そこで「いや私はこれでこういうふうにやりたいんです」うん 1> えー「1分でいいって言ったけど1分20ください」と「うん、20秒余分に欲しいんです」うん、っていうやり取りを最後までややれるやつはドキュメンタそこら辺のテレビ局の中でのなんかその報道パーソンの意識の変をちょっともうちょっと深く聞いてみたいんですけどそれこそ「さよならテレビ」先ほどちょっと申し上げた番組が そこの報道局というももののの変容を扱ったものな気がしましたなんか,きなんかあの僕の中では結構イメージの構成が変わっちゃったんですけどんでしたっけあの311の時のしっけあ怪しいお米セシウムさん事件っていうのが、はいはい、東海テレビにありましたねあの当選者の商品は怪しいお米セシウムさん怪しいお米セシウムさんちょっとんていうかこう緊張の中でスタッフがあのふざけて。 作っっっちちゃゃたたテロップスーパーが流れちゃったんですよね、はい、でそこら辺からなぜそれが起こったのかをこう検証していく、まあ、そこからじゃないですけどそれを検証していくような部位に見えましたと報道がどうしてこうれ劣化しちゃったのかというか変容しちゃったのかみたいな感じだったと思うんですけどそこを「さよならテレビ」の取材も通じてアブノさんなりの思いってど,こどういうふうに思いますか報道局なんでこう変容しちゃってるのかお手軽な方向にいっちゃってるのかそこら辺はどう思いますかそれはねかななり難しいなどう喋ったら うんこのまんま朝を迎えないで済むかって <laughs> ねねあのねうんそもそもテレビ局にジャーナリズムはもともと存在したのかとそも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 でうんないっていう人もいるし、うん、いや 僕は結論的にやっぱり。人によるしうん、うん。題材にもよるし、うん。全員がそういうふうにはいかなかったかもしれないけど。うん、全体的には地盤沈下してるんだろうなと。いうふうに思ってますよね。で。えー、セシウム三事件の前っていうのはう。リーマンショックの後ずっと引きずって。テレビがどん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 。 あの企業体として力を弱めていくというか、うん、え収益構造が悪くなっていくっていうはい、はい、その中にあって思わず皆さんが言ってたのが「放送外収入」ってきますねのは「ねうん、何だその放送外収入っていうのは」うん、<laughs> 変なこと言ってんねこの人たちはと僕は。 気持ち悪いな。うん、それと一緒に出てくるあの言葉がね、コンテンツなんですよ。うんうん、よくね、コンテンツ事業局ができましたね、うん。で、僕はね、頭がコンテンツなんじゃないのっていう響き的にね、頭がね,ね、頭がコンテンツなんだよ、うんうん。響き的にそう思ったんですね。ねうん、放送外収入だろ、放送外収入みたいな。うんうん、放送外収入。 変な会社になっていくなぁ、みんな同じことを経営者たちが言い始めた。うん、で、ああこれすごくダメになる。うん、で結局あの番組制作費を削り、削られてましたね。ええー、まあ、そっちへこうどんどん移行するんですよ。うん、そうするとあのテレビの構造はどんどんその外注構造になっていくいってるんで、記者さんも。 社員じゃなかかったりしますからね社員でないケースもあるし、うん、でとりわけバラエティー系を作る制作部なんていうのは、うん、あのディレクターなんかいらないんだよと、うん、あのプロデューサーだけ立てとでそれはもうどんどんあの発注するんだ、うん、ってそういう考え方になってディレクター経験もない人間をどんどんプロデューサーにしていくってうん、うん、でそこで要するに目配りができなくなる、うん、というようなことがどんどん起こっていってうん、うん、あの 端的にあの出された弁当がお米が黄色かったんですって後で僕の知り合いの外部スタッフが言ってて思わず「サフランじゃねえの?」って言ったらすっごくなんか悲しい顔をしてね「あなたも分かってくれない」であのサフランを知らないいとね古お米だから使 ぐらい、うん。あ、そういうことか。ものすごくだから、弁当代をケチってた。あ、本当サフランネクって、本当に古いよ。本当に古いあ。そういうことかはい、はいね。で。そこを要するに、ぎゅうぎゅうぎゅう締め上げたっていう。ことから。あの、外部スタッフである。その。えー、フリップみたいな作る会社の人が。怪、うん、しい、こう、お米製新ムさんと、こういうふうに書いてったと。うん、で、そんな痴漢した構造になってたんだよと。 でえー、なんていうんですかタイムキーパーだったりスイッチャーだったりとか意外と習熟しない人たちがそこを担ってたりなんかしてもうめちゃくちゃなスイッチングになっちゃってで随分長い間それが露出するみたいなでそこがネット時代になってるからすぐに拡散するとでローカルで終わらないみたいな問題になって、えー、被災地をこんなに あの叩くのかみたいな話になってあなたたちはいつもそんな気持ちで、えー、放送してんのかみたいなこう断罪をされるとでその時の長期経営計画みたいな中にやっぱりあのジャーナリズムだとかあの公共性放送の公共性とかいうのが抜け落ちてるんですよ。で結局 資金を貸していくというかあの企業体として純化していくためにあの公ってのを捨てるんですよねそこが一七面めんどくさいしあのお金がかかるっていうふうに分かってるんでしょうけどあのそのことによってあのなんていうんですかね現場を痩せ細らせたとそのことによって実は起きた問題ですよというふうにあの提起されたんですよ。で そうなるとものすごくいい放送局に生まれ変われるはずなんだけどななぜか生まれ変わらないあ検証の結果そういうふうに結論付けられたいうことですね。す経営問題であって公をおろそかにしてしまったと資金的な問題で。で結論付けられたのに2011年のその事件なとのにならなかったいうことですかならないですね。だかか、うん、かららあれ変わりましたかとっていうのが「さよならテレビ」ですよね。 うーん当時の社長は当時じゃないな次の社長は一生懸命岩手県に申し訳なかったって通うでもうあのよく分かりましたからあの「いらっしゃらなくても結構です」って言うけどあの岩手の復興の状況だとかそういうのを身がてらあの、えー、前の社長は一生懸命通,通うんですよ。で しかもそのセシウム三事件を起こした日にあのずっと放送倫理を考える日っていうふうに設定されてあの会社で全体集会を開くみたいなことはしていったんですけれども、うん、でそのこと自体はまあ「さよならテレビ」には描かれてるんだけど知らないうちにヒヤリハット発表会になってくんですよねやっぱり。 変容してったってことですかイベント容変容するんですよね、うんうん、でそこでまた経営が知らないうちにあのまた元の道に戻ろううとすするっていう姿ですよね、うん、知らないうちにやっぱり人を大事にしない会社になっていく、うん、だけども片方で身近な人間の,あの労働環境に気を配らないくせに SDGs と言ってみたり、うん、すごくこうバランスの悪い状態になっていく。 で僕はまた怒るぞと、うん、っていうふうに意見がうん、うん、思って、うん、行ってきましたよね、うん、だけどおそらく気が付かないままこのまま走るんだろうな、うん、もう僕はもう付き合えないよこれにはと、うん、不愉快だなこれっていう気持ちが、うん、まあ今にこうやってやめるっていう行為にもなってるわけですけどね、うん、その結果途中であれですよねこ,こ,このセヨナティブに書かれてましたけど もうう一回事件が起きちゃうんですよねたくさんの人に見てもらいたいっていうことが根っこにあってたくさんの人たちに見てもらうとお金がついてくるだけだよとそれをひっくり返しちゃうとバカなテレビの経営者と同じになっちゃうんでドキュメンタリーは神様いるんですよやっぱり。<う> 神様見ててるんだなっていうね『人生フルーツ』がヒットするとは誰も思ってなかったわけで私も思ってなかった27万何千人の映画館に入場者があった3億何千万ですよね戦後のドキュメンタリー映画の興行成績としては最大だと思いますお金だけじゃないんだよっていうのが私たちの仕事じゃないですか。 お金だよっていう人たちが経営のトップにいたら。